こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は空水庭院に落ちです。空水は山や草木の緑が醸し出す湿った空気のことです。毛光年の大宇治技巧全貌の詩に、有志嘘くを連ね空水庭院に落つとあります。意味は、有志に雨足が連なり空水が庭の日陰に落ちるということです。では今から空水庭院に落つを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。